んにちは、トフレゼミナールチューターの赤塚です。今日は JR 町田駅中央改札から町田テストセンターへ行く道を紹介したいと思います。まずは小田急線の東口方面に行きたいので、表示に従って歩いていきます。それでは行きましょう。こちらの東出口1を上がっていきます。地上へ出てすぐ左に踏切があるので、それを渡って最後はもうずっとまっすぐ進みます。それでは踏切を渡ってまっすぐ行きたいと思います。今回が町田テストセンターになります。駅からは少し遠いので余裕を持って家を出ましょう。それではテストも頑張ってください。バイバイ。